それが声優は、児童文学作家の浅野真澄が原作を務め、漫画家の畑健次郎がメイン作画を担当している、同人誌、ウェブで公開の漫画。同人サークル、はじめまして、によって一時コンテンツ展開及び、副次創作コンテンツ作品の統括管理がなされている。2015年、ゴンゾによってテレビアニメ化された。これに合わせて、同年、 同アニメの制作委員会に参画したローソン HMV エンタテイメントによって商業出版されている。作者である浅野真澄が声優浅野真澄として経験または聞いてきた出来事をギャグタッチにより再構成させたストーリーで描く声優業界のあるあるネタを扱った職業ものコメディー。主役となるのはそれぞれに タイプの違う三人の新人声優たちで、彼女らが声優ユニット、イヤホンズとして互いに力を合わせときに、様々な理由で互いの反発なども引き起こしながらも、自分たちの声優活動を通して様々な困難に立ち向かっていくという内容となっている。その意味では、声優業界を舞台にしたビルドゥングスストーリーの側面も持つ。また本作には、作内でネタにされた。 声優業界にまつわる出来事や作内の設定に関して朝野自らが解説したコラムコーナーも付随している。なお Web 版第92話のみ椎名隆による作画となっており、同人誌で発行された Web 版の総集編にもそのまま収録された。これは内容が BL にまつわる下ネタメータものであったため、畑の側から作画拒否されたネタを朝野が惜しんで、 ことの次第をツイッターに上げたところ、シーナが自分が描きたいと申し出て実現したものである。また本作では、畑の漫画作品である、早手のごとく、がそのアニメ版も含めて、作品として存在する世界観をとっているが、一方で同作に登場する人物や建物と見られる、ものも所々で登場している。なお、本作の最初の発表場所となった、 同人誌版に関しては2017年夏に行われるコミックマーケット92において発刊する予定の作品を最終回とすることが発表されている。畑原作のテレビアニメ、早手のごとく。で、浅野が浅風里佐役の声優を担当したことが双方が面識を持つきっかけであった。浅野は声優業と並行しながら絵本並びに 自動文学の分野において、朝のマスミ名義で作家デビューして活動を継続させていたが、声優業で知り合った知人より同人という分野での活動を知り、その体験を聞くうちに自分でもやってみたいと考えるようになっていった。また、朝の自身、声優業界を舞台にした作品を執筆してみたい、副案があったが、その内容については、 自身が声優業を行っているがゆえに、リアリティの面からもアクチュアルな問題にも踏み込まざるを得ないと常々感じており、そのために当初より、商用のメディアでは公表を行うことは難しいと考えていて、どうせ業界を描くのだったら、業界について一番身近に感じてくれる、小説や絵本を読まない、ファンの人たちのためにも漫画作品で発表したい。そのためには、 作画をしてくれる相方が必要だというプランを描いていた。一方の畑は、早手のごとく、でのメディア経験から各種会社を通さない、作者側からの産地直送的なメディア展開は行えるのか実験してみたいという思いを抱いており、そのためには、ある程度自分自身で制御が可能なコンテンツが必要だと感じていた。 こうした思いをそれぞれに抱いていた二人だったが、思い余った朝野は、自身のツイッター上で、同人活動の相方を募集し、これに畑が応じた。こうして朝野と畑の思惑が一致し、本作制作のために、作者二人の手によって、同人サークル、はじめまして、が結成された。2011年年末に開催された、コミックマーケット81で、第1巻は半分以後。 コミケを中心に活動を続け、後にウェブでの連載もスタートし、着実に活動を続けている。2014年年末に開催されたコミックマーケット87開催中にテレビアニメ化が発表されたコミックマーケット81の初出時よりサークル、はじめまして。では本作についてアニメ化企画募集を歌っており、そのこともあって同人誌から直接 テレビアニメ化された本作であるが、作者の浅野は、こうしたメディア化について、それ以前にもドラマ CD 化の話があったが、テレビアニメ化にあたって、声優陣が変更されることは避けたい思いから、そのオファーは断ったと語っている。また、本作テレビアニメ化の際にも、配役選定のためのオーディションが行われたが、浅野自身は、声優が、声優に対して、 評価を与えることに耐えられなかったため、これに関しては畑とアニメスタッフに一任した。畑曰くテレビアニメ化にあたっては出版社の力を一切借りずに立ち上がったことを強調しているが、それは自身でどのようにしてアニメが制作されるのかというのを経験したかった思いが強かったから、最初からアニメ化が目標の一つだったと語っている。一ノ瀬二葉。 萌え一語、小花鈴。三人はそれぞれに事情という目を抱いて、業界に飛び込んできた新人女性声優。彼女らは偶然、共演することになったことをきっかけとして交流が始まり、友情を深めていく。彼女らは、時に、声優業界の厳しい現実を目の当たりにし、友情を壊しかけ、潰されそうになりながらも、互いを思いやり励まして、 少しずつではあるが成長を遂げてゆく。そんな中、三人が出会うきっかけとなったアニメを担当したうなばらプロデューサーが彼女らを呼び出して声優ユニットイヤホンズを結成すると叫び出した。声優としてはほとんど知名度のない三人の新人たち。そんな彼女たちのユニット活動を待つのはいかなる結果か。 その間にも三人の日常を襲う、主事の困難、悩みや迷い、戸惑い。それでも彼女たちは、それが声優、を合言葉に、前の見えないともすれば、絶望的にもなる現実を無理やりにでも突き進んでいく。イヤホン図の家族テレビアニメ公式サイトのキャラクター、相関図では主に声優プロダクションでグループ分け、しているが、仏戦士菩薩音のスタッフは、仏戦隊、 菩薩音というグループに分類されている。本説で解説する4人のうち、菩薩音ラジオディレクターは、相関図にいないが、他の3人は、仏戦隊菩薩音に属する。劇中で彼らを、仏戦隊と呼ぶことはない。すべて本人名義で登場し、声も本人が担当している。原作同人誌版に登場する、声優アニメ版客演者すべてアニメ版にのみ登場。 声優業界を扱う作品であることから、劇中劇として様々な作品や番組コンテンツが登場する。原作では、双葉が女生徒役をするという程度で名前が出る作品だったが、アニメではイヤホンズ3人が出会うきっかけになった作品として扱われている。そのため本説に記されるキャラクターや配役は、双方を併記した女生徒役以外すべてアニメ版のものである。 なお、主人公のエスタとレイジは、それが声優。公式サイトのキャラクター相関図で、普通戦隊、菩薩音グループに含まれている。アニメ3話で双葉、イチゴ、鈴が配役オーディションを受けた作品。双葉は、このオーディションのために、原作本を一挙購入した。オーディションの結果は3人とも落選。後に原作に逆輸入され、同人誌版、第8巻で、 双葉が復帰したコンビニにてタイアップフェアが行われている描写がある。喫茶店を閉営する探偵事務所であるスパイラルカフェを舞台にした推理漫画。イチゴが抜擢されたコンピューター RPG ゲーム。シリーズの最新作で歴代シリーズ作の主人公役を堀江ゆ衣が務める。アニメ第5話では100万本売れた大人気ゲームであることが言及されている。6歳の双葉が大好きだった。 オリジナルテレビアニメ作品。日曜朝の子供向け作品でありながら、アクチュアルな問題にも必要以上に踏み込み、ブラックユーモアを多用したため、親たちから社会問題化するレベルの非難を受けることとなり、あえなくにクールで打ち切りとなった作品。打ち切りで制作されなかった部分で、物語の真のテーマが語られており、残存資料からそこが放映されれば、 歴史に残る感動作になったであろうと一部で言われている。作内では親たちから避難を受けた上に商業的な不信もあり、基本的には覚えている人が少ないマニアックな作品と語られている。本作内において大手おもちゃメーカーが長年にわたって通年放送している大人気作品でオーディションの競争率も高い作品。葵が 制作会社から情報を取って二倍とそれを回し、来年に放送される最新作、キラキュアスターズの主役である、キラダイヤの選定オーディションを受けるように進めた。前年に放送されたシリーズ作の主役は日向が、務めている。2015年7月から9月まで放送された。全13話。2015年1月14日にアニメ公式サイトがオープンし、2015年夏に、 放送されることが発表された。アニメ化を機に、作中のイヤホンズのメンバーを演じる声優が現実で、同名のユニット、イヤホンズを結成した。ニコニコ生放送では、本編の後に、現実のイヤホンズのドキュメント番組、それがイヤホンズ、が放送された。元プロ野球選手の落合博光の長男で、 朝野と同じ青にプロダクションに在籍する落合福祉のアニメ声優デビュー作となることが話題になった。また、作中のイヤホンズの活動の話の元ととなった声優ユニット AS5 も本作出演と結成10周年を記念して再結成された。前日の通り、全13話なのだが、放送当時に様々な出来事が相まって、 全12話と誤解されることが多く、そのことに際して作者側がウェブ漫画で告知を出す事態になった。声優スクールとのコラボレーション企画として企画参加校で校内オーディションを実施し、合格者が本作に出演する。クレジットは本名と同盟役、上記本編同認誌をまとめて再編集したモノサークル、はじめまして。が、リバドールブログ上で運営。 連載している、それが声優。ウェブをまとめたもの。ローソン HMV エンターテイメント発行、一人社発売。ローソンなど、発行発売両社と提携している一部販売店では、専用ブックカバーなどの特典がついている。作品の舞台の一つとなり、またアニメーション制作を担当した、ゴンゾ本社のある、 東京都杉並区では2016年1月から3月まで町おこしイベントとしてアニウォーク2016ウィズそれが声優を開催している。開催中はスタンプラリーをはじめ区内を走るコミュニティバス杉丸ではイヤホンズによる車内アナウンス杉並アニメーションミュージアムでは展示会を開催されている。ありがとうございます。